今回の動画は未成線の代表格として知られる熱海モノレールについて。熱海モノレールとはかつて現在の東京モノレールである日本工科電鉄、そして日立製作所が関与して設立した熱海モノレール株式会社が計画免許申請したモノレールルート。国鉄熱海駅から地下トンネルで山を下り、海岸線に沿って熱海港までつなぐルートでした。日立製作所が関与しているように、採用するモノレール方式はアルウェグ小座型で計画されています。免許申請は1962年の4月、翌年の1963年にはこの申請が許可されることとなりました。熱海モノレール社、事実上の日立陣営の熱海モノレールの免許申請が通った裏で、実はもう一つの熱海モノレールの免許申請が却下され、幻となっています。東方観光開発株式会社版の熱海モノレール、日立アルウェエグ式に対し、当時モノレールシステムの覇権争いをしていた東京芝浦電機、通称東芝が開発した東芝式モノレールでの建設を構想していました。ざっくり言ってしまうと、日立アルウェグ式モノレールを持ち込んでモノレールを建設するか、東芝式モノレールを持ち込んでモノレールを建設するか、熱海モノレール社と東方観光開発の免許申請合戦があり、日立側で免許申請が通過したというわけです。もっともその後、熱海モノレールは親会社であった東京モノレールの経営が苦しくなった影響もあり、開業を果たすことはありませんでした。今回はこのもう一つの熱海モノレールの可能性だった東方観光開発株式会社版の熱海モノレールのルートを、日立側熱海モノレールのルートと比較しながら紹介します。東方観光開発株式会社版の熱海モノレールの起点駅は、熱海モノレール社のルートと同様、国鉄熱海駅付近となりますが、駅位置はいわゆる駅前ではなく、駅から少し東側に移動した位置で計画されていました。地下に駅用の空間が残されていることで知られる熱海モノレール社の起点駅も、当初は東方観光開発のモノレールと同様、この付近に駅位置が計画されていました。駅についてはいずれの新成線も地下駅で計画されていました。熱海モノレール社のルートについては、その後ルートが変更され、現在の熱海第1ビル1が起点駅となっています。こちらが熱海モノレール社の起点駅位置の推定構造。駅前ビルの地下3から4階位置が駅となっていて、この空間は駅手前まで続く地下通路末端部まで続いているものと推定されます。この構造は熱海モノレール社の資料からも読み解くことができ、地下通路下に続く空間では駅側末端部部分に軌道の起点位置が記されています。さて、このテーマは別の機会に譲るとして、東方観光開発株式会社版の熱海モノレールのルートを見ていきましょう。地下に配置された熱海駅を出たモノレールルートは、そのまま地中を下りながら進み、現在の熱海ビーチライン付近から沿岸部に出ます。この地下ルートについても熱海モノレール社のルートと非常に類似していますが、東方観光開発株式会社版の熱海モノレールでは、熱海モノレール社と比べ直線的に山を下ることが特徴となっています。熱海モノレール社ルートでは、春日町交差点の下部を進行し海岸線に出ていくのに対し、東方観光開発株式会社版の熱海モノレールのルートは、この交差点より東側を通過、同様に海岸線に出ます。沿岸部に出たモノレールルートは、沿岸部は木をトレースしつつ熱海港方向へ進んでいきます。ここでも熱海モノレール社のルートとは異なり、海岸線にぴったりと寄り添うように進んでいくのが特徴となっています。ただし、現在砂浜となっている部分もモノレール計画立案当時は完全に海上でしたので、完成していれば海の上を走るモノレールというイメージとなっていたことでしょう。途中駅ですが、
熱海モノレール社では海上ホテル前駅、糸川駅と2つの駅が計画されていたのに対し、東方観光開発ルートでは渚駅の1駅のみとなっていました。ちなみに熱海モノレール社では後に 1.9km に短縮するルートの修正が図られますが、この際は銀座、公園前と途中駅の名称や位置が変更されています。渚駅がどの辺りかというと、画像のちょうどこの辺りとなります。熱海モノレールでは現在のムーンテラス付近に途中駅となる糸川駅の配置を計画していましたが、この少し先に東方観光開発でも途中駅となる渚駅を計画していたのですね。東方観光開発のモノレールルートは全長 2.0km、 対する熱海モノレール社のルートでは全長 2.1km となっていましたが、これは熱海モノレール社の熱海駅が東方観光開発に比べ国鉄寄りとなっていたこと、熱海港側の駅位置が熱海モノレール社ではロープウェイ直前まで計画していたのに対し、東方観光開発では海岸線上止まりで計画されていたことが距離の違いに現れているものと考えられます。これらの中間駅を経由した両熱海モノレールは終点となる熱海港付近に到達します。熱海モノレール社のルートはこの付近で地上に上がり、熱海ロープウェイ乗り場の手前に終点駅を配置する計画でした。これに対し東方観光開発ルートでは海岸線上に海上駅として終点を設ける計画となっていました。なお熱海モノレール社ルートでは駅の先に車庫を設ける計画が示されており、熱海駅側とこの熱海港側両方に車両を留置できるよう計画していたようです。以上、全3駅営業距離 2km の短距離路線として東方観光開発株式会社版の熱海モノレールは計画されました。冒頭紹介したように東方観光開発株式会社版の熱海モノレールは東京モノレールの子会社熱海モノレール社の申請戦に敗れ取り消しとなっています。熱海モノレール社のルートはその後変更がなされ、特に熱海駅前付近の位置が大きく変更、熱海第1ビル1の地下に起点駅を設ける計画へと変わっています。その後熱海モノレール計画自体もなくなってしまい、今ではこの起点駅が残るのみとなってしまったようです。熱海第1ビルのモノレール駅用の地下空間は未だ残っているとのことですが、メンテナンスを除いては一般の方がこの空間に入る手段は今のところないようです。さて、東方観光開発株式会社版の熱海モノレールでは東芝式モノレールの導入を想定していたわけですが、東芝式モノレールとしてはこの免許申請と並行して2年後となる1966年5月2日に横浜ドリームランドのモノレールが開業。しかしながらさらに1年後となる1967年9月24日に休止。コンクリートの橋脚にクラック、つまり亀裂が確認され、運行の休止を余儀なくされたもの。車両重量が設計上の数値から10トン以上も超過しており、これが直接的な原因と推定されました。横浜ドリームランドのモノレールはこれが引き金となり、最終的に2003年に廃止。東芝式モノレールの歴史はここで消えていくこととなりました。東方観光開発の熱海モノレールが免許を取得し、仮に開業していたら、あるいは同じ道をたどっていたのかもしれません。さて、今回はもう一つの熱海モノレール申請線、東方観光開発の熱海モノレールの概要とルートを紹介してきました。次回熱海モノレールを動画として取り扱う際は幻の熱海駅をテーマにしたいと考えています。それでは今回もお付き合いいただきありがとうございました。さようなら。